t 3 0重戦車は第二次世界大戦においてドイツ国防軍の新型戦車への対抗として開発が進められたアメリカ軍戦車の計画である。T30 は T2090 戦車と同時期に設計された。先行試作車両が1945年4月に開発開始され、1947年に完成した。1 5 5、mm、砲、t、7は 分離装薬と弾頭からなる弾薬を発砲した。装填棒が動力化された気力装填装置によって装填手の負担が軽減された。また、砲弾の搭載には動力のついたホイストが用いられた。T30E1 と呼称された型の車両は、追加ハッチを砲塔後面に備え、砲弾の薬莢を排出した。他、別の形式である。 T30E2 が存在する。T30 の砲弾は 43kg の重量があり、分離装薬は 18kg に達した。弾薬は双方を合計して 61kg の重量があり、これは人力での装填を難しいものとした。12両が生産され、今日、残存車両がケンタッキー州のフォートノックスに所在するマーシャルホール前に展示されている。 戦後に開発された T5080 戦車は本車両に搭載されていた 155mm 砲 T7 を軽量化した 155mm 砲 T180 を新たに開発した陽動砲塔に搭載し T43 の車体にその砲塔を搭載する計画であったが砲塔の試作のみで計画は打ち切られている。ありがとうございます。